まあ朝なので30分ぐらいやろうかなと思うんですけど、おはようございます。なんかさ、めっちゃ目腫れぼったい。まあ朝だしね、ここは治ってくから。おはよう。テロップ書くわ。おはよう。え、マジでさ、可愛すぎて気絶中。起きて気絶してる人こんな揺らしちゃいけない。いや、あのね、755に投稿したじゃん、今日9時からやるよって。あのあとね、もう一回寝ちゃって8時55分ぐらいに起きて、だからほんと今顔洗ってきたところ、顔洗ってお茶を汲んだところです。やばいんだけど、すぐ寝坊するぜ。おはよう、おはよう。お腹すいたおはよう、みんな。だからもう寝起き、だからちょっと遅れちゃったから寝起き10分ぐらい、今ガチな寝起きだね。お肌ツルツル。そうね、最近さ、お肌綺麗じゃない？めっちゃ綺麗じゃない？もちもち、ほら見て、この輝き2人のフィギュアどこにエリアにあるの？まだ置かれてないんですけど、予定はあの世界の街エリアの中華街の屋上に置く予定です。まだね、完成してないので置かれてないんだけど。おはよう、おはよう。コンタクトは入れました。そう、顔洗ってコンタクト入れて今みたいな。そう、おはよう。めちゃお腹すいた。今日は何食べようかな。今日お魚にしようかな。最近煮物と豚丼だったから。おはよう。リップのみ、リップも今塗ってない。リップも塗ってないよ。リップぐらい塗る？でもちょっとリップ遠いんだよな。なんかあっちにあるわ。いいや。朝納豆ぜひ。確かに昨日ね、納豆買ってきたんだよ。そう、納豆も食べようかな。なんかめっちゃ朝食メニュー食べようかな。納豆、お魚、米、味噌汁。あ、そう、味噌汁もあるわ、昨日作ったザ朝食だね。たまにはそういうのもいいか。何時に起きたん？ 8 時55分に起きたよ。ん？めっちゃあれ、起きてすぐショールームしてる。違う、もっと早く起きる予定だったんだよ。美肌モード？何してるかな、わかんない。してないんじゃない？わかんないや。そう、バリバリ寝起き。朝ごはん食べずに、食べれず、食えずに出勤で腹減った。朝ごはん食べないでさ、出社とかめっちゃきつくないさ。いつも朝ごはん食べないで仕事行くときなんかもう瀕死なんだけど。ゲームだったらもう体力赤ゲージなんだけど。そう。ちゃんとした時間に起きて偉いな。そう、なんか遅く起きてもいい日でもさ、なんか生活リズム崩れないようにちゃんと起きてる。最近は昼とかまで寝ると次の日に支障が出る、寝れなくて。今日はだからで、昨日ね 1時ぐらいに寝たの。結局12時には寝れなかったんだけど、12時に前にショールーム終わった。12時には寝れなかったんだけど、いろいろやったら、まあ1時に寝て9
9時ぐらいに起きたから8時間寝ました。最高だね、いっぱい寝れて。お腹すいちゃったな。ビヨン。おはよう。漫画みたいにパン加えて仕事行くことある？ない。ないね。で、学校着いてからパン食べたことはあるよ。高校でパン持ってって学校着いて朝食みたいなのはしたことあるけど、食べながら行ったことはないね。おはよう。こそりの覗き見中。おはよう。お仕事頑張って。さらにも新聞イベントがうまくいくといいなね。頑張っていきたいところ。食パンのおすすめの食べ方。私が一番好きなのはとろけるチーズとハムをのせてちょっとケチャップかけて食べるのが一番好き。簡単だったらね。でちょっとの手間はまあ惜しまないって人はサンドイッチとかにしちゃうといいよ。そう、サンドイッチはあの YouTube を見てほしい。宣伝になっちゃった。サンドイッチってでもなんか口で伝えづらいよね。うまいのよね。なんかさ、小学校の時とかさパン食べてってたから、結構学校に行く前にだから、まあ、ジャムとかピーナッツクリームとか塗ったりしてたけど、結局一番うまいのはハムチーズケチャップですね。おはよう。今日も素敵、ありがとう。あのサンドイッチボリューム感すごい。サンドイッチはボリュームあればあるほどいいからね、個人の見解ですけど。こんな感じ。いや朝だね。まあもう昼に近づいてる朝なんだけど、9時、でも9時はまだ朝って感じするね。10時はちょっとまあ朝って言うには遅いかって感じする。ね、わかる、この感覚、微妙なニュアンスの違い。ハムチーズケチャップでトースターで焼かに、そうハムチーズのしてトースターで焼いて、焼いてからケチャップかけて食べるのが一番好き。おはよう。そんな感じ。さやのおすすめの食パンの食べ方。わかります。わかってくれる人いた。そう、朝マックやってる時間は朝って感じ。なるほどね。じゃあ10時までか、朝マックは。確かにモーニングとかって10時くらいに終わる気がするから、やっぱ10時までは朝なんだよな。でも10時からはなんかもう昼間って感じするよね。前髪かわいい。前髪かわいい。今日寝起きだよ。寝起きでまだ整えてないよ。初見さんありがとう。おはよう。そう、朝食じゃなくて10時くらいからなんかランチが始まる気がする。10時11時くらいから。おはようございます。さやかちゃん何回かどこの対戦ありがとう。ありがとう。でも今日ね晴れてるからいつものすっぴんより可愛くない。いつものすっぴんよりまして可愛くないです今日。あー、コンディションの悪いすっぴんって感じ。おはよう。
ック11時まで。あ、そうなんだ。店舗によって違うのかな。で、10時までのとこよく行ってた。かわいい、ありがとう。お仕事行ってくるの、行ってらっしゃい。気をつけてね。今日は水曜日か。日が経つのは早いな。1週間が早いね。お、行ってらっしゃい、みんな。うちの地元は10時半まで。あ、店舗によって朝マックの時間って違うんだ。じゃあ店舗を使ってる店舗によってみんなの朝の感覚が違うかもしれない。おはよう、おはよう。みんなおはよう。朝だよ。お腹すいちゃったな。おはよう。遊びに来たよ、ありがとう。サリンと朝配信した時って夜配信しないっけ。いや、夜もするよ。サリン、おはよう、おはよう。なんか仕事で夜できないから朝するみたいな時はあるけど、今日は全然夜もやる。今日は朝はおまけだから、夜がいつもの配信で、まあ朝はまあ今日は朝遅いしやろみたいな感じ。今月はなんかそういう日が増えるかも。そう、なんか夜は見れないけどみたいな人もさ、こういう時間なら見れるかなと思う。人によって生活リズム違うからさ、っていうのがあるよね。テニー、おはよう。夜も見る、ありがとう。マックのハンバーガー、ピクルスやオニオンを無料で増量できるんだよ。知ってるけどさ、ピクルスもオニオンもそこまで好きじゃないから、いつもそのまま頼んじゃう。そう、またミルキー味飲んでない。あ、ミルキーシェイク、マックのあれ、もうすぐでも終わっちゃうね多分。期間限定でしょ。早く飲まないと。さやはちょっと甘そうだから今回はちょっとパスかな。肌綺麗、ありがとう。最近調子いいよ、マスクで荒れてない今。おはようございます。おはよう。寝起きすっぴんかわいすぎる、ありがとう。ちょっと目腫れてて、なんか二重じゃないんだけど今日。早起き偉いね。9時に起きて早起き偉いって言ってくれる世界線、もう平和すぎない、最高、優しい。これかも言ってください。よく寝れたよ、おはよう、おはよう。モスのシェイクも今期間限定のやつ。あ、そうなんだ。モスのシェイクも美味しいっていう話を聞いた。スピンでも可愛い、ありがとう。朝ごはん食べた、まだ食べてない。これ終わったら食べる。あ、でもどうしよう、なんかお昼の時間に干渉しそうだから、ちょっと我慢してお昼にご飯食べようかな。早昼にしようかな今日。朝昼一緒にして、なんかね、7時ぐらいだったらさ朝ご飯食べようとなるけどさ、9時過ぎるとさ、なんか朝食べてもすぐ昼来るからさ、なんかどっちか我慢することになるよね。今日バイト休みだけど6時半に起きた。すごっ、6時半はすごい。休みの日に6時半はマジ優秀すぎる。モスはコーヒーシェイク一択。美味しいんだ、ちょっと今度飲んでみようかな、気になり。気になりんご。
おかずだ。うん、みんなも食べた？抹茶からのマグカップ美味しそうだった。マグカップ美味しいはちょっと変わってるね。今汲んでるのは爽健美茶だけどね。そんな感じで、ちょっと朝はね頭が回ってないからのんびり配信になっちゃうな。さっき起きたばっかりすぎて、でも喉は開いてきた気がする。最初のおはようやばかったよね、めっちゃガラガラだった。今も別にガラガラなんだけど。サニーおはよう、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 みんなみんないい朝だよ。昼が近づいてきたけどいい朝です。で昨日ね寝る前にねお布団、お布団じゃないや、お洗濯したの、お洋服を。したらめっちゃシケシケしてた、朝起きたら湿気マン 50% ぐらいあるよこの部屋多分。ちょっとショルもあったら窓開けて換気。のんびり配信でも OK ですよ。優しい、ありがとう。僕は毎日夜勤だから目が覚める。夜勤ってさめっちゃ大変だよね。絶対生活リズムも人と変わっちゃうし。疲れ様。外に干したらいいのにね。でも外に干すと防犯も心配だし、普通に都会の外ってなんか汚れそう、排気ガスとかで服が。だから干せても干さないかも。そう、防犯がね、外に干すとそれだけでここには女性が住んでますってバレるからさ、防犯上良くないよね。みんなと真逆なだけで昼に動きやすくなる。あ、そうなんだ。まあでも体壊さないようにね。おはよう。ねえ、なんか今日でもそもそも外が蒸し暑っぽそう。ねえ、コメントでも書いてくれたけど。実家とは逆に除湿機必要ないそう。でも実家も除湿機めっちゃ焚いてた。実家もなんか部屋干し、ま、窓でかい部屋に部屋干しだったから、そうだからガンガン除湿機焚いてた。その部屋は来よう、みんな来よう。今はそんな空気は汚れてない。そう、結構汚い感じするけどね。そうでもないのかな。でもなんかネットで電車の線路沿いとかでかい道路沿いは汚れやすいみたいな、部屋がなんかめっちゃ汚れが入るみたいな言ってた。どっちも該当はしてないんだけど。ってことはさ、田舎より車の通りが多い都会はさ基本的に道路空気汚れてそうじゃない。おはよう、おはよう。
おはよう。ね、車の排気ガスって結構汚れるって言いますよね。なんかあんまそのイメージなかったけど、ガスだからさ、そんな汚れるイメージないけどさ、まあ汚れるんだなーって感じ。不思議。目に見えないけど汚れとして残っていくのが意外と不思議だね。今日は大丈夫だったけど、昨日スマホの充電切れて寝ちゃったから、あ、充電忘れて寝ちゃったから朝充電切れてた。あの、ちょっと絶望するやつね。え？みたいな。あるある。最近さえはやらなくなったけど、たまにやるやつ。首都高速が近いので車の音でうるさい。あ、音もあるね、確かに。おはよう。効果学スモークって最近行かなくなった。でも半年前とかめっちゃ聞かなかった。なんか今日は効果学スモークが出てるから外出控えましょうみたいな。なんか一回調べたけど結局よく分かんなかった。効果学スモークそういうの頭ではちょっと分かんなかったんだよね。なんか体にそんなに良くないことは分かった。おはよう。長続いた。田舎から首都圏に行くと多少は感じるかもね。ね、田舎の空気がちょっと綺麗すぎるっていうのはあると。水もうまいしね、田舎。てかね、水がね、ぬるいんだよね、都会は。ずっと思ってた。ホテルとかでも思ってたけど、水道水がぬるい。冷たくない。もう家のさ、水道マジキンキンのさ、水道水が出たからさ、朝とか顔洗うとさ、すごいすっきりしたんだけどさ、全然すっきりできないよ、ぬるくて氷で冷やしたい。おはよう。おはよう。それはね、一番思ってるね。冬は冷たい。あ、冬冷たい？冬でもさ、ホテルの水道とかってめっちゃぬるかった気がする。気のせいかな。ね、冬は冷たいならまあ許せるな。ね、年中ぬるかったらちょっと嫌だけど。冬まで我慢か。なんであんな冷たいんかなってぐらい長野の水道冷たいんよね、夏でも。なんか夏の一番最初に出るお湯なんだよ。で、水はお湯なんだよ。その地表付近の水道管が温められて熱湯が出るんだけど、逆にバカ熱湯が出るんだけど、すぐ冷たくなるのね。そう、マジキンキンだったね。マンションとかだと冬は冷たい。そうなんだ。冬じゃ冬まで我慢ですね。早く冬来ないかなでもどうだろう、東京の冬って寒いかな。あんまり記憶がないんだよね、東京の冬の。T
TDC のコンサートのリハとかでよく冬にも来てたはずなんだけど、東京の冬どんな感じだったか全然記憶ない。あったかかったっけ。まあ、長野に比べたらどこもあったかいか、こっちの方は。おはようみんな、おはよう。みんなおはよう、朝からありがとう。なんかとりあえず何着たらいいか分かんないから毎日あれしてる、怯えてる。え、なんか昨日とかさめっちゃ暑かったからさ、半袖で行ったんですよ。さ、外はさ超良かったんだけどさ、電車の中がすごい寒くて、そう上着持ってくればよかったと思った。電車ってこんな冷やすんだと思って、もう弱冷房車を探して乗るしかないね。めっちゃ寒かった半袖だと。電車の中、おはようみんな、おはよう。おはよう、一瞬顔見に来た。おはよう。電車は上着ないと寒いね。でも上着邪魔じゃん、外で。あの外歩いてる時に着たら汗かいちゃうからさ、めっちゃ邪魔だよね。電車もうちょっとぬるくてもいいのにな。そういう人は弱冷房車乗ろうよってことだよねきっとね。でも何号車がそれか分かんないからいつも探して回ってる。ね、ちょっと次回からは上着着ていこうと心に決めた瞬間でした。昨日電車寒すぎて。そう、お仕事頑張ってね、また夜にね。おはようみんな、ね、なんかちょうどいい上着がない気がするから、もう長袖を着ていくしかないな。パーカーとか持ってきてない気がする。僕は長袖生活ね。長野に弱冷房の丸々1両の電車の絵わかんない。長野で弱冷房に気にしたことないかわかんないや。調べてみてください。でも長袖だとレッスンの時バカ暑いよね。そう、私がよく乗る電車の冷房車は24度、弱冷房車は26度設定って噂で聞いたことある。そうなんだ。2度も違ったら結構違うね、多分エアコンだったら。まあちょっと温度調整をね、ごめん揺らしちゃった。温度調整を頑張っていかなければならぬ。難しいな、この時期難しいね。夏手前でもさ、夏手前でこんな暑かったら夏もっと暑いってことでしょ。泣いちゃうんだけど。でも夏嫌だな、秒で終わってほしい。はい夏でしたって言ってもう終わってほしい。はい、はい、夏でしたって終わってほしいんだけど。
家の中は真夏だと18度。18度は寒すぎじゃない？家の中でめっちゃ厚着するってこと？風邪ひいちゃうよ。18度、電気代もやばそう。やば、長袖の下に半袖を着ていけばいい。長袖ってさ、ゴワゴワするからさ、嫌だよね。ね、アームカバー、あ、アームカバーさえ欲しいんだよ、日焼け対策に。なんかもう日焼けした気がする。日焼け止め塗ってるけど、アームカバー欲しいんだよね、日焼け対策の。買おうかな最近。おはよう、おはよう。女の子は日焼け対策で夏でも長袖の方いるね。昨日セリちゃんとかそうだったよ。そう、おはよう、おはよう。なんかどこに売ってんだろうあれって。島村とかに売ってんのかな分からん、どこに売ってんのか。買ったことない。なんか 親が持っててそれを借りたりしたりしたことあるけど、どこに売ってるかそういえば知らない。ね、色白せいちゃんに少しでも。もうそれでも地黒だから元が黒いからせりちゃんにはなれないんだけど、少しでも近づけるようにね、日焼けしないようにしていきたいよね。そう、今さっき起きました。おはよう。さえは起きて30分ぐらい経ったよ。40分ぐらい経った。日焼け止めクリームは何かおすすめ愛用のありますか？特におすすめはないかな。セリちゃんに聞いた方がいいかもね、日焼け止めは。もうパイオニアだからね。おはよう、おはよう。そう、おはよう、みんな。まあそんな感じで30分経ってたわ。38分じゃん。もう終わりにしようかな。朝はまた夜やるからね。朝は短めでいいかな。ランキング読んで終わりにすね。13位玉国さん、ありがとうございます。12位ニューヤマヒロさん、ありがとうございます。11位ブロンコさん、ありがとうございます。10位かぼちゃ先生、ありがとうございます。9位ピアノマンさん、ありがとうございます。8位ケロワさん、ありがとうございます。7位ケンケンさん、ありがとうございます。6位ベベモンさん、ありがとうございます。5位ともちさん、ありがとうございます。4位台湾ゆららさん、ありがとうございます。おはよう。3位バイコゾさん、ありがとうございます。2位ヤスさん、ありがとうございます。1位は大観さん、ありがとうございます。ありがとうございました。朝からみんな付き合ってくれてありがとう。また夜もね、ぜひぜひ付き合ってください。ではまだね。今日も一日頑張っていこう。バイバーイ。